さほらすごいっしょこれ、これ進撃の巨人みたいじゃない、ちょっと。はい、田中90です。今日はねフォートナイトやっていきたいと思います。あれですね、まあいい方向に見えるね謎のね紫色の物体、皆さんねご存知でしょうか。まあ、フェイタルフィールドに移動する前はねここら辺にあった紫色の謎の物体ですがね、あれですね、その紫色の物体をねあの建築物で囲んだらねどういう反応されるかはねちょっと今回はね検証してみていきたいと思います。はい、お邪魔だな、一人いるな敵、あの邪魔な敵をね排除しましょう。お、ちょうど範囲になりましたね、この謎の紫色のところが。なんであれですね、建築で囲みがいがありますね。やっぱ範囲外だとねすぐ移動しなきゃいけない、ちょっと面白くないんで、むしろね範囲になってくれてありがたいですね。むしろっていうか本当に嬉しいみたいな。これやばいっすね、装備がしょぼいっていうか、まあ、装備はしょぼいっていうかスカーだけなのがやばいっすね。武器が、まあ、C4 は武器なんですけど、この2つがやばいっすね。何の役も立たないんで。おお、来た、置いてきた、来ました、ショットガン。神かいますね、気づいてますねあれね。この上から攻撃する来た方がいい説。オッケー、オッケー、オッケー、危ねえな。結構削られたな。あ、こいつ装備相当いいな。危なかったな。SMG 持ってるし、しかも、ヘビーショットガン。やべえな。まあいいや。ガチャいいんですよ、ガチャ。これであれですね、邪魔者が消えたんでね、心置きなくね、その例のね、謎の緑色の物体をね、建築で囲むことができますね。まあ、せっかくなんでね、ここレンガあるんでいっぱい。レンガで囲みましょうか。その方がなんかいいですね。木だとちょっと水ぼらしいんで。レンガで囲んでね。レンガで囲んであれよな。中行っても多分ワンチャン気づかないんじゃないか。紫色の箱の中行っても。すでに紫色の物体をレンガで囲む時が来まして、はい。下準備をできるんでやっていきましょう。これはね、結構ね、あれですね。でかいっすね、これ。ええ、もうやめろよ、はぁはぁ、こいつざけんなよ、マジで、お前。こいつ、ざけやがってる、マジで。俺の計画を、滝から妨害してきたって。しかも、こいつ RPG 持ってんのかい !RPG 持ってんのかい。あ、なんでこいつ、ルロート、あぶねえ。もう、マジですか。まことですか、これ。最初から妨害された。まあいいやね、最初妨害されてもね、まあレンガ俺はくじけません。レンガね逆に手に入ったのをよしとしましょう。なんでこんないるの。なんでこんなしょうもないところに毎回いるの。なんでなんで、やめてよ、やめてよ。あぶねえ。なんでこんなところにいるんだ、ここに。マジでまだいるの。なんでこんなところにいるんだ。なんでこんないないんだけどな、フェイターフィールドって。むしろな、こういう時にやめろ、いるの。なんでここにこんな激戦区になってんの、ここが。なんでやめてよ。あぶねえ。これでもう、さすがにね、もう資材を、いや、この人たち資材を届けに来てくれたのか、むしろ。心優しき民だったか。これで無限の建築ができるぞ。中はね、レンガじゃなくてもいいか。ん？お？結構中は木でよかったな。中は木にしてレンガを削るべきだったか。そのことはこれ、木でもいいか。木でいい、妥協。上の方、多少木でも仕方ない。水ぼらし。これ邪魔。見栄え良くない。ああ、オッケー。移動してる、こいつ。こいつ移動するの、試合中。初めて知ったかもしんねえ。うわ、突破された、俺の。やばいし。突破されたんだけど。俺の素晴らしい家が。
ふざけんじゃないよこいつ。オッケーオッケー。こいつを閉じ込めなきゃいけねえ、世界のためにも。うわー飛び出してる、最悪だこれ。やばい完成しない、やばいやばいやばい、動画落としちゃいます、やばいやばい。これいけんじゃない、これ。あはー、資源がついに切れる、資源切れる。いや、いけるけ、木がある、木がある、木がある。間に合う間に合う間に合う。よしよし、あとはリプレイ、リプレイで見返せば OK じゃないか。 OKOKOK、 囲んだぞ囲んだぞ。オッケー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 、これで囲んだ、できた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 、完成完成。はリプレイで見てください。うわこれやっ、うおこれ囲んで、うわでも見えねえ見えねえ、最悪だこれマジで。むずいな意外に、これやばいよこれ。最終範囲ギリギリまで範囲で割れだな、囲みきれないんだな意外に、でかくて。でもあれだったね、なんか最初敵来てイラッときたけど、逆に来てくれなかったやばかったな、資源が。むしろ来てくれてありがとうって感じだったな。来なかったら多分資源なんなかったしな。来てくれた敵に感謝。4キルしてんのが割とウケるな、あそこでイモっただけなのに。はい、田中球児です。ではね、この紫色の 岩がね、どんな感じで建築をね、破っていたのかはね、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、動画だとね、わかりにくいんですが、あれなんですよね、途中で作った建築をね、この紫色の岩が転がってって壊してったんですよね。じゃあ、どんな感じで壊していったのか、早速見ていきましょう。転がる瞬間があるんですよね、ちゃんとね。ここまではいいんですよ。ここまでは完璧だったんですよ。いきますよ。ここで、これ見てください。これ見てください。ここで壊してるんですよ、この紫色のが。この転がることによって、見てください。ほら、すごいっしょ、これ。これ、進撃の巨人みたいじゃない、ちょっと。ちょっと進撃の巨人みたいだよね。で、その後ね、田中、なんでしょう、建築員がね、必死にね、壊したことにね、気づかずね、逆側のね、やつ作っちゃってるんですけどね、大体多分、どこぐらいで気づいたのかな。はい、ここら辺で気づいたんですよね、おそらくね。え、なんかさ、動いてね、みたいな。これで動いてることはね、私知らなかったんですよ、実は。ずっと見てるわけじゃないんで。これね、実は動いてるんですよ、ほら。これでほら、ここら辺で気づきましたね。え、なんか壊されてね、みたいな。で、突き破られてんで、必死にね、修繕した結果がね、だいたいここぐらいですね。ここら辺ですね、修繕した結果。ここら辺に今必死にやってるんですけど、間に合うかな、これ。ギリね、下の方のね、壊れてること、直すじゃないこと気づけてない説ありますね。ここら辺は気づいてるんですけど、ここら辺ですね。ここら辺必死に直してますね。はい。いや、でもあれですね。これで満足してる感じですけど、あれですね。この、微妙に守りきれ、封印しきれてないみたいな結果になっちゃいましたけど、まあ、これはね、まあ、お愛嬌ってことで、許してください。今回こんな感じで、ね、じゃあね、本当に終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。おつー。はい、田中90です。このまま俺もね、なんだかあれだと思ったんでね、ちゃんとね、完成版もね、プレイグラウンドで作っていきたいと思います。ではやっていきます。どうぞ。はい、あれですね、できました。私がね、本当に作りたかったのはこれですね。はい、でも結構あれですね、意外に透けて見えるんですね、レンガでも。レンガってね、結構ね、透けて見えない印象がありましたがね、でも外から見るとこれ結構圧巻ですね、割とね、綺麗に建築できてる感じありますね。いやー、これあれですね、本動画でもやりたかったなこれ、でも敵の妨害が絶対されるからね。じゃあね、今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつー。
まあ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 。